激戦続く準優勝戦、最後の準優勝戦、ここは3号艇西島回り込んで本番でも2コースの進入ということになりそうです。水面上は第12レース準優勝戦です。1-3とホーム側へさきを向けた状況、第12レース準優勝戦、対戦メンバーとコースです。インコース1号艇佐賀峰竜太が向かいます。ここはファンの期待に任された以上、すべてのプレッシャー跳ねのけて琵琶湖3連続優勝なるか。2コース3号艇の広島西島義則です。およそ2年ぶりの特別戦優出を狙う2コース戦、3コース2号艇愛知前田翔、初日に特別戦初勝利の水神祭、今度は特別戦初優出を狙います。外枠3艇はチルトを上げての戦い、4コース角4号艇大阪湯川浩二、ボーダー下から準優入り、2場所連続優出なるかで、5コースは5号艇大阪湯上田流星です。昨日崩れたがなんとか踏みとどまっての準優入り。そして大外6コース広島6号艇の浜崎正則、エース格19号機のパワー炸裂なるかの6コース戦、第12レースインから1番3番2番ダッシュ4番5番6番です。さあ来ました、インから1号艇峰、3号艇の西島を比較的いいスタートで1マーク、逃げる1号艇の峰、3号艇西島差しに構えるか、外2号艇の前田少し競り合った、左右長4号艇の湯川でしたが、陰線押し切ったか、1号艇の峰竜太、差した3号艇の西島になんてか、内からは4号艇の湯川、あとは2号艇5号艇6号艇と追走、スタートは前提正常でした。1号艇の峰竜太先頭、焦点は2番手争い、内4号艇の湯川、外回って3号艇西島、この前速戦少し膨らんで、あとは内を回った5号艇上田流星、後ろは2号艇前田ホームに折り返しています。1号艇峰竜太先頭、2番手4号艇の湯川、3番手は3号艇の西島、上位の体勢は1-4-3、4番手以降5号艇上田流星、2号艇前田、6号艇浜崎、21マークです。1号艇峰トップ、2番手4号艇湯川、をつけた3号艇西島でしたが、3番手上位変わらずの1-4-3、4番手は内5号艇上田、外2号艇前田、4番手争いで最高峰6号艇浜崎、2周2マークの旋回です。1号艇峰竜太先頭で2周2マークのホーム側、2番手4号艇の湯川浩二で、3番手は3号艇の西島義則、上位の体勢は1-4-3、あとは5号艇上田流星、2号艇前田、6号艇浜崎、最終周回に入ります。陰線ゼロ台前半トップスタートから押し切った1号艇の峰竜太先頭、2番手4号艇の湯川浩二で、3号艇の西島義則3番手、上位の体勢は1-4-3、4番手以降5号艇上田流星で、2号艇前田、6号艇浜崎、最高峰最終ターンマークです。シリーズの主役きっちり優勝は決めていきます。1号艇峰竜太先頭で最終ターンマーク、2番手4号艇湯川浩二で、3番手は3号艇西島義則で、上位1-4-3、最後の準優勝戦まもなくゴールです。先頭1番の峰五輪、2番手4番湯川五輪、3番手3番西島五輪、後ろ5番上田流星2